あの大阪から、はい、大阪からかよ、大阪から韓国の大阪から韓国かよ、インドじゃねえのかよ、フェリーが出てるんです、船かよ、飛行機じゃねえのかよ、なんでまず東京から大阪、東京から大阪、インドには行かずに韓国かよ、すごい大旅行、はい、で大阪からフェリーに、大旅行って中旅行あんのかよ、フェリーに乗ったらぐーっとそのフェリーが日本で沿って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 最後ちょこっとだけキュッと上行って韓国の釜山に到着するっていう、へえすごい、ちょっと待って、単語にしましょう、はい、今から、はいはい、なんとかなんとか、うん、ずっと喋ってくる、はい、で韓国入るときやっぱりまああの外国キムチ、はい、お前どこで泊まるんだみたいなホテルの名前かけよと言われたんで、ただトッポギ僕はあのまあフェリーで行ってで朝10時着いたら、まあ、その11時ぐらいに外で出るの、あの3時ぐらいにまた戻るフェリーにまた乗って日本戻ってくるわけですね、乗ったんだ、はい、だから大阪からあの3時に行って行って次の日の朝10時に韓国着いて、その日の3時に韓国からまたフェリーに乗って翌日の10時に日本に到着するという、だから韓国に入れたのは10時に到着して、まあ、到着したとしても、まあ、すぐ降りられるわけじゃないから、はい、11時ぐらいに外に出て、はい、周りがあの日本語を喋ってない人たちがこれだけたくさんいるっていうのは衝撃だったんです、そうだろう、ね、あっで、あの日本に帰ってきてからはもうあの海外から日本に来てる方々をすごくこう大切にしようと、こんなに心細いんだみたいな、海外に来てあの母国の言葉があのみんな喋ってないっていう状況っていうのは、あこんな感じなんだっていうのをやっぱり韓国で2時間だけだったけども歩き回ってすごく感じて、学びがあったんだね、であとやっぱりあの母国のものがあのあったフェリーの旅へ行ってきた、ほっこりするね、よし、じゃあこれでカン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 、どれが正直なところなんかあの全部ボケだったのであんまりどれがちょっとした愛の手だったんだろうかが分かんなかったなと、分かんなくなる、よ決まらず決まらず、あ、うん、次回も少し、次回も少し、そっか残念、